はいどうも、のろこの人でございます。皆様いかがお過ごしでしょうか？今回はこちら、RPG スクール4、これをやります。このゲームを始める。動画タイトルにもあるように、私が中学生の頃に作った自作ゲーム、自分で実況プレイします。ね。当時友達にやらせてたりしたんですけどね。作った当初は中学生で、構想そのものは小学生です。ちゃんとここら辺ね、概要欄にも書いておきます。で、私今31なんですけれども、中学生当時なんで、これ作ったのが、だいたい、これも17、18年ぐらい前になるんですね。とりあえずね、これ新しく始める。これやっていきます。さてね、で結構ね、ちょっとね、作り込んで、あったんですよ。いろいろと。まあ、そういうところはね、まあ、ぼちぼち解説とかしながら、解説とかね、裏話とかやりながらちょっとやっていきたいと思います。ちょっとね、これ解説しながらやるって難しいね。うん。まあ、そんな感じでね、やっていきます。まあね、はっきり言って黒歴史です。もうね、黒歴史もね、この動画で公開してしまえば、もう、怖いものはない。はい、ということでね。こんな感じでね。作者ご挨拶から始まります。はい、ゲームタイトル復活ってなってるんですけどもね。概要欄に書いてある通り、構想そのものが小学生なんで、実際小学生当時でこのスクール4もやってるんですよ。それで一回、またこれがリメイクになるんですね。うん。実はリメイクという。ゲームを始める前にストースを少し説明しましょうかと、まあ、ここで選択肢がございましてね。まあ、そんなんええからゲーム始めろっていうのがございますけども。まあ、そこは聞いときましょう。まあ、当時の私に、リスペクトを。ね、うん。はい。もうね、当時周りで何が流行っていたかもうわかります。ね、いろいろパクってます。中学生当時ですから。うん。はい。後の説明を、説明終了。でね。これだけでね、当時、40何分かかってたのよね。うん。まあ、30分以上考える時間やったんですけどね。ゲーム進めたから分かってくると思います。多分分からないと思います。それではゲームスタートです。私も、説明下手です。はい。もうね、いろいろさせてください。はい。復活ってなってます。ね、ゲームタイトルがゲームタイトルなんですよ。だって、ね、スクール3のね、デフォルトね、あれがね、ゲームタイトルやからね。はい、ということでね、はい、ここで主人公キャラ出てきます。はいよ。まあ、いつもはね、ちょっとキャラのセリフ読むんですけれども、今回はキャラのセリフは、よ。あんまり読みません。うん。はい、ね。もうね、周りで何が流行っていたかもうわかりますね。うん。でも、未だに続いてるのよね。すごいね。はい、二人目です。はい、これね、なんで青髪の剣士っていうかっていうとはね、スクール2000の、サンプルグラフィックが、勇者のグラフィック。勇者っていうか、主人公キャラの、主人公1か2か3ってありますけれども、その中に青髪のグラフィックがあるわけです。まあ、ジジババーンっていうところの、あれ何やったっけあれ3なん何やったっけまあいいや。まあそんな感じでね。作る2000にそういうグラフィックがあるんですよ、そのアルガミグラフィックが。それ作る2000でも作ろうと思ってたんですけどね。まあ、完成したのがこの作る4だけっていうね。うん。まあ、こんな感じでね、まあ、要所要所にキャラ紹介がね、入るんですよ。まあ、この和室なのは気にしないでください。特に深い意味はありません、おそらく。はいよ。まあ、とりあえずね、これ、紋章術師って書いてあるんでね。もうね、もうここもね、スター王者ですよ。うん。まあ、こんな感じでね。はい、ガルド。はい、ガルドっていうこの通過単位ね、テイルズですよ。まあ、その前の火山島があったみたいです。この世界には競馬があるようです。まあ、それはそうなるわ、ギャンブルやから。
まあそれはね、ちゃんとね、残さないとね。はい、ええ。まあ通過単位ね、フォル。フォルはね、これ、スターオーシャンですね。確か。まあこういうね、ちょっとどうでもいい寸劇がね、しばらく続きました。まあね、中学の頃はね、その老気法とかね、わかりませんからね。はい、これが初期のお金になりますね。うん。まあ、そりゃそうだ。これ本来はね、クロマ剣士アース英雄譚みたいに、ギルドで受注するというスタイルにしたかったんですけれども、なぜか、ね、なぜかこんな感じになってるんだよね。なぜだか知らないけれども、依頼を受けるために現地まで赴くという、なんでそういうことにしたんや、当時の私。できた。はい。この回復アイテムとか買っといた方がいいな、そこの青い本でセーブしていこうとね。まあ、こんな感じで、さりげなくチュートリアルが入る。はい、これでいく。はい、ここでようやく。ステージ1、始まるよー！ワン、ツー、スリー、ラララライ！でね。まあ、こんな感じで、まあ、いい。まあ、さっきから何遍こんな感じって言うてるんやろう。ってな感じですけども。はい。このような青い本が出てきたらセーブポイントです。うん。これゲームでいろんなことを調べることができます。ここでもね、結構容量食ってるのよね。まあ、とりあえずはセーブしましょう。で、セーブポイントなのでセーブします。よいしょ。セーブ2ブロック。なんか今の子はメモリーカードとか知らないみたいですけどね。何がしますか？まあ、いろいろ調べましょう。ここでね、結構容量食ってるんですね。まあ、このゲームのいろいろな設定。はい。まだ選べる。ほい。大陸かっこはてなです。でね、スターオーシャンもね、友達がやってんのところどころ見ただけなんで、そのエクスペルが元ネタのエクスペルがどんなんかは知らないというね。まあ、ここは関係ないですね。よいしょ。設定、はい、通過隊。はいはい。あ、そうだ、まだメニュー画面開いてないわ。まず、このスターオーシャンとね、テイルズシリーズから撮ってるわけです。はい。ね、ワンピースからもパクるという、ベリー。よいしょ。こっち、悪魔の実。もちろん、ワンピースのパクリです。食べると水が弱点になるのもそのまんまです。個性的な能力がたくさん登場します。お楽しみに、本当にいっぱい出てきますんでね。いっぱい出てきます。このキャラクター別技解説。あ、そうだった。なんか容量の都合でなくなったんやった。まあ、こんな感じでね、進んでいきましょう。実はね、クラッシュバンデー君もね、当時よくやってたんで、んーま、作る方はね、たまにね、ちょっと間が多く取られることがありますね。はい、これ宝玉。これね、無駄な収集要素です。これ、アイテムを見ましょう。はい、こちら。はい、シータの設定も見ましょう。4色あり。ゲーム全体で99個あります。集めると、パーフェクトダイヤが手に入りまーす。ね。クラッシュバンデクーですよ。この無駄な収集要素ね。うん。もうちょっとゲーム内容を充実させてほしいわね。まあ、そんな感じで、まあ、いろいろありますけれども。とりあえず、全員の装備を見ましょう。いつもの服。ちゃんと選択しなさい。開けみたんちゃうねんから。ジンジャーソード。なんでジンジャーかというと、これはクロックワークナイトです。これ S で、昔ガシャポンでありましたね。なんか、キーホルダー的な、剣のキーホルダー。それと、この S でっていう、多分テイルズやったかな。それは合わせたもんです。で、ボロボロの空気。かなり臭いんかーい。なぜキーブレードが出てくる？知らん。丈夫な服。はい。はい、出ました。エターナルソード。
ねえ。時は、もうパクリもろって言っちゃってるしね。うん。グーングリル、なぜか槍がある。剣士なのに槍がある。普通の靴。そのまんま。はい、剣士の称号。はい、装備全部埋まってる。この装備もね、ね、買い替えるとかね、したかったんですけどね、容量の都合でね。そのね、売却用アイテムもね、追加装備もね、ほぼほぼないんですよ。買ってからしばらくは光り輝いていた。今は用意は苦労したんだね。毎日バイトしてやっと買えたって。まあ、普通のバングル。ブーツ。ミサンガ。ミサンガって今あるんかな？今も多分あるんでしょうけどね。今、右手の薬指、匂わせ系女子。今ね、今流行りの言葉で言うたら、匂わせ系女子かな。はい、で、75カルドが、今ちょっと設定しとこう。ちょっと振動はオフにしとこう。もう先設定しとけ、いう話なんですけどね。まあ、こんな感じでね。ちなみにこれ、調べるじゃなくて、これ触れただけで鳴るんですよ。最近の言葉は家の中でゲームばかりしてる人で、それはどうすればいい？今はね、ステイホームですからね。まさかね、およそね、十何年経ってそんなステイホームが正義になるとは思わんかったね。んで、ここに扉ありますけれども、これはまた後で。はい。なんと、ここに開発室があるというね。バスワードが違いますね。はい、2個目。ちょっとね、これ触れただけでなるんでね。なんで調べるにしとかなかったんや。本来はね、ここの建物がギルドになるはずやったんですけどね。そんなものはない。え、こっち、宿屋ですね。宿屋の黒酢。違います。それ、やずやです。そうですか。まあ、それはね、家、隣やもんね。うん。はい。ね、スクール4のみにね、スクール4のみデフォルトであるこのグラフィック、使いたくなりますよね。謎の着ぐるみ集団っていうことになる。やっぱりね、こういうグラフィックは使いたくなりますよね。うん。はい。これ、サンプルゲームにもいた、職業特性について教えてくれる人ですね。三角でメニューを出す。また経験を積んでレベルが上がれば。間違えた。無職にはせんようにな、と。はい、ということでね。だったね、この説明を聞いてからこれを設定したかったんですよ。よいしょ。よいしょ。カウンター。ふぅ。オッケー。まあ、こんな感じで言いましょう。まあ、ね、いろいろね、イベントも用意してあるんで。船を出す必要はないな。うん、そうだね。よいしょ。よいしょ。そういえばここの家何なんだろう。二面以降入れるようになります。はい、ここが一応武器屋とかアイテム屋です。よいしょ。君たちは必要ないね。うん。容量の都合です。うん。だからアイテムを売るよ。ね、いろいろとこね、回復アイテムを売ってるわけですよ。はい。確か回復する。まあ、はい。ブルーベリー、ブラックベリー、これはスターオーシャンです。で、アップルグミ、オレンジグミ、これはテイルズですね。うん。で、このパンパカパンとイートハーブは、昔、インターネットのブラウザゲームかフラッシュゲームかであったんですよ。冒険マック島っていう、そこから撮ってます。ほんといろんなとこから撮ってるわね。でね、正味ね、この、回復アイテムね、最初のうち1面はね、回復アイテムあんまりいらないんですよね。やっぱりね、この TP、テクニカルポイントなんですね。マジックパワーじゃなくて。で、HP は LP と言ってライフポイントになってます。だいたいこれね、おっとっとっと、ね、触れるだけでなるんでね、こうなります。はいよ。まあ、こんな感じでね、回収しつつ行きましょう。おいら、旅の行商人。おいら旅の行商人。このセリフはスクール3のサンプルゲームから撮りました。いろいろ撮ってるねー。はい。キアポイズン、キアパラライズ。こういうのありますね。うん。味は不明。苦い、苦い。そらこの薬は苦いよ。はい。この死ね、お前が死ね。このあれ。結構ね、たびたび出てきます、これ。
たびたび出てきます。そう、この黄金の鎧を見ろ。ほどご。よいしょ。作者が作るのが面倒くさかったっていうのもあるけれど、容量の都合がでかい。うん、これ触れるだけで鳴るからこうなるの。触れるだけで鳴るから。はい、ここ飲み屋です。かしゃあないな。まあ、とりあえず街のイベントを一通り見たところで行きましょう。外に出ましょう。さてと、まあ、こっからね、まあ、いろいろと技がございますけれども、各自の技見せをやりたいと思います。さあ、何が出てくる？はい、ではね、各自の技見せいきます。まずはこちら。これね、謎の技があります。で、こちらもね、まあ、いろいろ技があるんですけども、まずこちらから行きましょうかね。ね、敵キャラの名前がアホっていうね。アホは私じゃっつーね。まあね、各自の技見せをぼちぼちしていきましょう。ここは闘技場です。後で行きます。各自の技見せ行きましょう。はい。三人の技見せ、空破山。で、今度こっち。BB。まあ、技の回数はまあ、いろいろとしていきましょう。その次はこちら。ノア。あ、ちゃんとこれ技見せられてるかな？ちょっと技見せの途中に、なんかコマンドが出てたりするから、あんまりまだ見せられてないかも。ちゃんと技がどういうもんかってのを、ちょっと見せつついこう。先制攻撃。よっ。謎の技。もう一回いこう。大体ね、元ネタを忠実に再現してるとは思います。もう一回ここからエクスプロードから。よいしょ。ドン。まあ、こんな感じでやっていきましょう。なんかこの、この戦闘の後で入手するって何を何個入手したかっていうのが、ちょっとわかりにくいんですけどね。この、スクール4の使用上ね。で、こっちが目的地の街なんですけれども、さらに目的地、この洞窟に先に行くとどうなるか。おっと、新顔が出てきましたね。はい、ということでね、この BB、BB を投げます。まあ、ノアはさっき見たかな。はい、一応もう一回やってみましょう。はい、OK。おっと。次、魔人剣。大体元ネタを忠実に再現してると思います。よいしょ。ここに行く必要はない。はい、こっちです。行きましょう。モンスターのグラフィックはスライムです。まあね。まあね、ちょっと。汎用的なね、モンスターのグラフィックはスライムになってます。緊張感のない戦闘の始まり方。はい。じゃあやっていきましょう。はい。水かけ。インデグネーション。次、ランデーボブ。これやっていきましょう。おーおーはっ、よいしょ。はい、水かけをアクセプトしました。次、グラビティプレス。100トン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 。
ふう。じゃあ結構シンプルだ。はい、音響さんお願いします。いいのかこれで。さて、まあこんな感じで、まあやっ、まあ、まあモンスターが、街をモンスターが占領してるわけです。さあ、青い宝箱、スロット宝箱です。さあさあ、どれに当たる。できれば50ガルドがいい。オッケー。ちょっとあんまりね、そこのモンスターには触れたくない。これね、明らかに怪しい扉がございますけどね、これ扉を開けると出てくるんでーす。モンスターだー。先ほどモンスター3色ありましたが、みんな名前は一緒です。性能が違います。まあ、とりあえずあとやってないのはこちら、コンプテイクは回復技です。回復しましょう。どういう技なんだと。まあ、後で解説します。次。ピーコちゃん、バーストマック。行きましょう。次。サイクロン。行きましょう。あとはもう、技見せはいいかな。まだ見せてない技あるかな。こちら。ソードボンバー。行きましょう。まあ、とりあえず技見せもしつつやっていきます。よっ、ドア開けるの。いや、やめて、俺は開ける。はい、ちなみにこれエンドレスに出てきます。開けただけ出ます。とりあえず各人の技見せをしていきましょう。次、魔人レンガ弾。OK、 見せしか技見せられたかな。さて、ファイアーボルト行きましょう。よいしょ。まだな。次、スザク衝撃波。やっていきましょう。で、プレス。ゴン。ちょっと魔人レンガ弾をちゃんと見せられてたかどうかわかんないので、もう一回。はい、OK。まあ、こんな感じでね。あとは回復技と補助技やね。回復技と補助技の技見せて難しいね。うん。まあ、とりあえず、よいしょ。さて、これね、この村の中にもね、この宝玉ありますんで、その宝玉を回収しつつ行きましょう。よいしょ。ドドドドドウェイ。それはね、イベント戦なのでね、この戦闘から逃げられません。おっと、水属性の敵ですね。緑のやつ、ちょっと、まあ、後でいいや。よいしょ。さて、フェアリーヒール誰にやりましょう。こうしましょうか。よいしょ、そのまんまや。そしてね、最後殺人剣行きましょう。シンプル。じゃあどんどんやっていきます。ファイアーボルト、先やったかな。よいしょ。そう。もう戦闘早めに終わらせた方がどうかもいいわね。んで、よし。よいしょ。
この記録が上がります。次テイスト、素早さが上がります。まああんまり使わんね、これこの技は。次プロテクション、防御力が上がります。ちゃんとそれぞれに応じたマークがね、ちゃんと表示されるようになってます。これで大体技見せしたかな。あとはマリの状態回復と全体回復がまだ見せられてないから、あんまりこれグラフィック見せるようなもんじゃないんだよね。はいよ、はい、これも、はい、ここもね、さっきと同じ扉です。モンスターが出てくる扉です。扉は固く飛ばされている、扉は固く飛ばされている。やりましょうかね、モンスター。まあ一応ね、イベント見せる意味でやっておきましょう。まあ、戦闘はパッパーと終わらせましょう。よいしょ、まあその気になれば全部通常攻撃でいけるんでね。開けません。いいよ、まあ、とりあえず回収だけしていきます。でここちょっと入れる家があるんですね。唯一ここ入れる家があります。でこの入れる家ちょっと待ち構えてるわけですけれども、実はこっちから行けるんですね。あお、当たっちゃった。はい、ここにはね、ここにはね、この赤いモンスターしか出てきません。よいしょ、大丈夫か、ちょっとキュアライトどっかに行こうか。効果がなかった、状態回復なんでね。よいしょ、次キュアオール、これね溜めてくるんですよね。 OK、よいしょ、じゃあフェアリーライト行きましょう。これで技見せ全部終了。あとはもう通常攻撃でいけるわね。 OK、 はい、新しい職業レベル上がりましたね。それで新しい特性を覚えました。よいしょ、では職業特性セットしましょう。これは大丈夫だな、カウンターの方がいいや。マジパー消費量半分、イエイ。よいしょ、はいはい、ここでね早くも隠し装備がありますね。相手にあのモンスターに当たらないようにいって、で本来のイベントを見ましょう。モンスターが道塞いでる。あ、しまった、隠し装備、装備するの忘れた。まあそんなこともあらぬ、おととととととと、何をしてるんや私は。よーい、よいしょ、サイコン。あ、まだもう一個やってなかった、レイズレッドだ、蘇生魔法です。ただもう効果はないありません。よし、これこんな感じでねやっていきましょう。よし、
まず装備してから行こう。これをクレイジーアームに変えます。8回攻撃できる。はっきり言ってかなりチート武器です。それじゃあ本来の目的を果たしに行きましょうか。お、ちょっと待った。よいしょ。うわ、もう30分超えてる。うわ、やばいな。ちょっとこれ一面を一動画に収めるつもりだったけれども、ちょっと、これは、だいぶボリュームあるゲームなのか？もしかして。そんな対策を私は作っていたのか？やばいな、これ。これ、10パートそこらで終わんないぞ。まあ、とりあえず、パート1。パート1はここで切りましょう。それでは皆さん、バルニオス。次回へ続きます。